1月6日22時、ね、今日は釣りするつもりはなかったですが、風呂入ってたらなんか風やんでんじゃねえって感じだったので、思わず21時過ぎから来てみたんですが、ダウンショットをやろうとしたらシンカーを忘れるという失態で、他のところで、なんなの今の、他のところでちょっとやろうかなと思って今来たと違うのをちょっとやってきたんですが、あれ今のでかかった、アイラメがなんかやってきたんですが、なんか超微妙だったんで2、3匹は釣ったんですけど、いつもの女川の河口で、特に今日は何も喋ることもなく10分でやってもう帰ろうと思ってます。で、今喋りながら1投目でコンって当たって合わせたら、まあまあ重かったけどすぐバレたんだけど、多分メバルじゃねえんじゃねえ、アイナメじゃねえみたいな、もしかアイナメだったとしたら一回バレたんで、でもあんまりきちんと張りがかりしてなかった気がするから、もう一回こっちにそうな気もしますが、そうはドンヤが下ろしません。ていうか今の重さは多分そうかな。今日は特に話すこともないんで、10分間ダラダラとやりますが、ほら、なんだこれ今の、これやっぱさ、ピーだとさ、やっぱりそうです、多分アイナメです、ピーだぞ、あー、どっちの走んの、そっちの走んの、違かった、アイナメじゃなかったよでした。はい、まあまあサイズのクロソイさんでした。こいつ入ってきたんだな今、っていうことは小名浜完全冬です。なわけでメジャーを忘れてきちゃったが、20分ぐらいかな、多分一発目投げて割れて同じやつだな。というわけでソイちゃんでした。メバル情報のはずなんですけど、ちょっと丸まって写真を自撮りします。はいはい、ね、黒ソイちゃんくせえんだよこれ、クロソイの口の中くせえって言うんだよね。はい、ありがとう。よいしょ、ちょっと高かった。なわけでメバル情報なんですけど、クロソイが釣れちゃいました。で、なんか話しちゃった、メバルをちょっとやってきたんだけど、結局なんかね微妙だった。今5分ぐらい経ったか。だからここでメバルが釣れるか釣れないかっていうのをやってね、帰ろうと思ってね。だから P はやっぱりこういうふわ釣りは浮かねえんだよね。から風もらったりすると結局は本当に魚が食ってるやつを取るのがむずいの。ピーでコンつって時はもうその前に食っていくからね。その食った瞬間上がりやすいっていうのはやっぱね、20メーターぐらいまでの距離だったら
方的にコロナ禍みたいな。まあ、海しかやらねえ人だって、基本、P で、細 P で少しでも遠くに投げれば釣れるっていうイメージの方が詐欺持っちゃってるのはあんだろうけど、本当にね、何 ?P は P でいいとこあんだけど、繊細なね、以外にね、微妙な当たりとんのってやっぱり、この方が滑っとるのは分かってんだけどね。まあ、違うっていう人も、まあ、いるでしょうか。俺はそう思ってるってだけなんで、まあ、そこは、自由にどうぞ。で、昨日と同じラインの話しちゃったけど、今これ左から右に風抜けてるんだよ。この段階でさ、こんだけ風にラインが引っ張られてるんだよ。だったらまあまあ早めに馴染ませられるんだよね、水に。もう全然ラインが空中に浮いちゃってるから、こういう時にツンっていう当たりあってもラインが見えてんなら取れっけどさ、これが見えてねえんだけど、取れねえってか分かんねえんだよね。んで自分がキャストしてさ、ホールで沈めたいなって思ってる場所もさ、もう風が強いと全部ラインで引っ張るでもって言われちゃう。思った位置に流し込むのが大変なんだよ。だからよくピーでさ、フルキャストしての遠距離線で結構アバウトな釣り方するっていうか、餌がないとこに入って食ってくれれば釣れちゃうよみたいな、そんな感じなんで、無駄にそのとゲーム性っていう操作感というか、釣った感をつけるのには自分は基本近距離線が好きです。まあこれも個人の自由にととやかく言われる筋合いもないし、人をとやかく言う筋合いもないと。そんなわけで皆さん、釣りは楽しく、人それぞれ思いはありますが、初心者の人はまあね、最近が SNS とかいっぱい出しちゃってあれだけど、みんなさ、いろんなさ、どうしてさ、これはどうですか、あれはどうですかとか、どんなフォームだったり、見かけてる、まあそれはそれでいいとは思うけど、自分でね、やっぱね、いろんなことやってみるのが一番醍醐味だと思うよ。釣れないって言われてたって、釣れないところでいろんなことやってみて、自分で、あ、本当に釣れないんだって納得したりとか、釣れるって言われるってことね、本当に釣れるんだっての納得したりとか、逆に、じゃあこれならダメなの、あれならダメなの、いろんなことをやってみるっていうのが、面白いと思いますよ。だから昨今、ね、過去の人たちがやったことを、ね、過去誰かがやってたとか、やってねえとか、いやでもそれ知らないで始めた初心者の人がそれが初めてで、もしかしたら自分が最初かなって思ってやるのもそれは全然いいと思いますね。んなわけで、次は楽しくやりましょう。実はダメダメバツならね、そういうのつれただけにラストキャストでしょう。多分今ホールさせたけど巻いちゃうよね、メモリーにもいい。ソイがそこで釣れちゃったっていうことは、意外に、湾内水温を下がったか。
ところでまっすぐ俺はコールさせるんだけど、ライン全部持ってられちゃうな。あっちゃあの方に行っちゃうな。持ってるところよ。全然下流側に行っちゃう。全然沈んでねえしちゃうだね。天神が沈んでいかない。時間ばっかりかかるついてる。入ってねえよ。終わり。